エルザです。キラーを使わなくても特徴と対策がわかるブログ&動画、ということでやっていくよ。キラー苦手な人も初心者の方も、これ見てキラーを知ってもらえると嬉しいです。さて、今回紹介するキラー派というと、遠距離型キラー、ハントレス、を解説していくよ。ゆっくりしていってね。さて、今回のハントレス派デトバのオリジナルキャラクターだ。ハントレス派、本名、アナ、でロシア人だ。ネジロにしているの派、レッド、フォレスト。女性のキャラクターなんだけど、女性とは思えない体格をしており、鼻歌を歌いながら探し回る姿はある意味記憶に残るんだよね。ちなみにこの鼻歌は実際にロシアの子守歌であるんだけど、早く寝ないと狼に食べられるよ、という感じなんだ。さて、話がそれちゃったけど、この特徴には実は老いたちが関係しているんだよね。今回は、背景をそのまま話すと長くなっちゃうから、抜粋して話していくね。アナハ歩けるようになると、母に連れられてモリドブドの厳しい生活を生き延びる教育を始めた。危険に満ちた土地での生活もあり能力と不屈の心身が必要となった。それは、厳しい冬も同じ。冬では、建てられた小屋に避難して生活していた。寒さもあったが、母親の腕に抱かれおとぎ話や子守歌を聞いて、幸せな眠りについていた。ある日のこと、ヘラジカに親子は遭遇した。危険とは分かっていたが、その冬は厳しかったために選択の余地はなかった。ヘラジカの背後に回った瞬間、穴に向かって吠えた後に突進してきた。それをかばうために母は何度も斧で叩いたという。身体にヘラジカの角を受けながら、穴は幼かったため重傷の母を動かすことはできなかった。寄り添うだけができた。母親はその時に穴を抱きしめ子守歌を歌った。これが母親との最後である。その後は、彼女は縄張りを広げた。最初はリスやイタチだったが、それに飽きたのか狼や熊を狩るようになった。しばらくすると森に旅行者が来るようになる。それは、彼女にとって新しい獲物だ。他の獲物と同じように狩る。ただし、少女だけ果てにかけることができなかった。そのまま森の奥の住居に連れて行かれた。少女たちはもちろん泣き叫ぶ。それを落ち着かせるために彼女は母親の作った仮面をかぶっていたという。しかし少女たちが冬を越すことはなかった。その後ハントレス派近くの村を襲うようになり、少女を誘拐した。このことが噂となり、村人から、半人半獣のハントレス、として語り継がれた。その後、森にも戦火が訪れた。しかし森では多くの兵士が斧によるひどい傷を負って発見されたという。というのが、ハントレスの背景だ。実は仮面から鼻歌、斧まで母親の形見なんだよね。切ない運命ではあるが、母親の愛情だけは忘れなかったみたいだね。次はハントレスの特殊能力を見ていこう。ハントレスはちょっと遅めになっている。移動速度は秒速 4.4 メートル。脅威範囲は20メートルで背が高い。鼻歌にも脅威範囲があり45メートルほどある。ただし、鼻歌は方角がわからないためしっかり周りの確認をすることが大事。では特殊能力に行こう。特殊能力は、狩猟用ハチェットを使った円筒型だ。初期に最大5本所持している状態で始まる。投げる時にチャージすることも可能。チャージすることで速度が上がる。投げ方によって破局者や子守歌班以外の攻撃が可能となる。もちろん、キャンセルもできる。手斧が当たると一段階の負傷ダメージとなる。投げた斧は消費する。消費した斧はロッカーで回収が可能。所持数をすべて使用した場合は近くのロッカーが確認できる。投げ方の渡骨としては、視線に合わせて飛んでいくため、気持ち上気味に投げると良い。特にパレット倒そうとしたり窓を越えようとしていた場合は、狙い目。それではアドオンを見ていこう。画像の通り20個のアドオンが用意されてる。ブログにも画像貼るから全部見たい人はそっちを見てね。特に注意をしたいアドオンがあるのだが、
玉虫色の歯、歩兵のベルト、毒性の調合物、の3つ。簡単に言うと、玉虫色の歯、歯、テオの強化で一撃で瀕死状態にする。歩兵のベルト、歯、テオの所持数を2本アップ。毒性の調合物、歯、命中したら、疲労効果を与える。テオの2とにかくアドオンの能力が乗っているので、当たった時の症状をよく見ておきましょう。特に玉虫色の母本数が1本に減少するので、1回投げて回収に行ったら用心しましょう。固有パークについて解説していきます。猛獣、縄張り意識、呪術、女狩人の子守歌、の3種類、一つずつ確かめてみよう。猛獣、は、ブプアップパークです。というのも、血の渇望、というのは、サバイバーとチェイスを15秒続けていると、スピードが上がるという仕様です。このパークを発動するにはチェイスを長引かせないといけないため、ブプアップを狙わない限り扱わないパークとなっています。一応、探知負荷といってキラーの視線を示す赤い光、ステインや心音が消えますが、そもそも見られている可能性があるので、あまり効果がない可能性があるんですよね。縄張り意識、は、地下探知パークとなります。マップには必ず地下釣り場が用意されており、そこに吊るすことができれば非常に強力になります。強力なだけに助けに来るサバイバーもいるので、それにいち早く察知し、一網打尽にしようというパークです。単体では弱いので、地下に運べるように、鋼の握力によりもがき速度を落とします。興奮をつけることにより、担ぎの移動速度が上がるので、地下に吊るせる確率が上がります。発動のための32メートルも離れていれば、血族で警戒されることもないので、離れておきましょう。呪術、女狩人の子守歌、は、スキルチェック遅延パークです。スキルチェックのミスにペナルティをつけるためですね。しかも厄介なのは、スキルチェックの、ボーン、って音が遅れてくるということです。スキルチェックの音は発生する前になります。慣れてくると音で判断ができるのですが、この動作が遅れてしまうので難しくなるんですよね。後半戦になればなるほど苦しめられるんですよね。ですが、吊すことができなかったりスキルチェックに慣れてる上級者と当たると影響がないパークなので、他のパークをつけるのもありです。ちなみに、サバイバー白地笛のマークがパークの隣につきますので、わかりやすいかと思います。パーク派何かと背景に沿ったものが多いのが印象的。呪術、女狩人の子守歌が厄介なので、可能な限り破壊を急ぐのもいいかと思います。とにかく、後ろを警戒することです。というのも心音の鼻歌が非常に厄介で方角がわからないんですよね。しかも上級者になればなるほど遠くから当ててくるのが当たり前ですので、鼻歌が聞こえたりしたらしっかり周りを見るようにしましょう。チェイスについては、蛇行でフェイントをかけるのが効果的です。テオノで構えてる時間が長ければ速度も落ちて距離も稼げますし、何より難易度が上がっていきます。当て感が強い方もいるのでそういった方の場合はしっかり物陰に隠れるようにしましょう。余裕があれば後ろを見たいところ、ちなみに場所次第ではしゃがんで避けることも可能です。あとは、アドオンを何かしらつけていることが多いので、テオノを一撃もらってからのチェイス派避けるようにしましょう。疲労がついていた場合は出っ歯も使えません。ましてや、玉虫色の歯の場合、一撃でダウンするので、当たらないに越したことはないです。いかがでしたでしょうか？ハントレス派遠距離攻撃ができるので、チェイスの短縮を考えて使いこなしたいよね。でも実際に使うとまずまっすぐ投げるのが難しいし、ましてや当てないと試合にならないのよね。最初の頃は負けを覚悟で使い続けるのがいいかと思います。さて、ここまでいろいろ解説してきましたが、キラーの背景を知ってパークを見てみたり、特殊能力を見ると違う面白みがあると思います。一番は使ってみて実感するのがいいですが、
キラーを使いたくないという人のために少しでも、キラーのことを知ってもらえたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。